ぜひぜひまだあの今日だけじゃなくてね、この後また来て遊びに来て見ていただきたいんですが、で我々としてはですね、あの熊本県産品一気通貫プロジェクトというプロジェクトを実はやります、やっておりまして、騒がしくなってきました。あら、そうですか。もうね、もう待ちきれないですね。大事なお話今からしようと思ったんですけど、もういいか、いいかな、もういいかな。お客さんもね、そっちの方がどうよね、熊本ね。そうなんだ、もう言っちゃったね。はい、ということで、熊本のいいものを紹介する、扱ってくれるイベントということで、やっぱりこの人が、この人じゃないね、この方が、来てくれたということになります。じゃあ皆さん、呼び込みたいと思うんですけど、今こういうご時世なんで、わーってなかなか大きい声出せないので、拍手でぜひ呼び込みたいと思います。そうですね、ぜひあの大丈夫な方、拍手、大きい拍手してください。だから拍手の大きさによっては出てくる出てこないが決まるかと思いますので、ね、ご機嫌に出てきてもらえるように大きな拍手でお願いします。せーの、やべ、まだダメね、まだダメだそうですよ。まだまだこんなもんじゃないから、そうですね、こんなもんじゃ出てこれないから、もうちょっと歓迎の拍手をということですね。じゃあもう皆さん気合を入れてぜひお願いします。せーの、お姉さん、はい、ありがとうございます。今日は熊本がいっぱいあるときに楽しみにやってきました。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと熊本にはこのステージは狭すぎるかもしれませんね。ね、狭いところはこうやって通れる。はい、じゃあちょっとご挨拶をさせていただければと思います。はい、お願いします。皆さん手拍子で答えてください。熊本、あのみんなね、多分写真撮りたいだよね。だからちょっと撮影じゃなかなかね、できないことが、なるほどね、ちょっとやっぱ1回ぐらい大きいのね、そうですね、いただきたいですよね。じゃあできる範囲で頑張っていただいて、そう、できる範囲で、じゃあもう1回いきますよ。はい、皆さん、こんにちは。じゃあ、やったやった、ありがとうございます。熊本サプライズ、熊本大隊長の熊本です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本フェアということで、はい、熊本の美味しいものをこのね、東京都荒尾店さんがいろいろと棚作って、今日は売ったのね、コーナー作ってくれてますんで、ね、そのために皆さん来ていただきましてありがとうございます。我々もちょっとグッとテンション上がりましたけども、じゃあね、よしよしよし、行こう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 、上げて上げてね、あんまり時間もないのでね、ちょっと ね、熊本できるだけね、あの皆さんとちょっと触れ合っていただきたいところなんですが、じゃあどうしますか、写真撮影タイム行きましょうか。熊本皆さんにぜひあのお写真タイムということで、ちょっと落ち着かないと思うので、そうね、一丁ポーズ、一丁二つポーズ取ってもらっていいですか。はい、あ、準備体操しますよ、準備体操しますよ、いいですね、行きますかね、行きますか、はい、3、2、1、どうぞ、いいでしょ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、マッチョが動く、マッチョで動く、動けるんだ、黒光りしております、黒光りしております。どの辺が筋肉なんですか、くまモンの筋肉はどの辺なんですか、まあ、その辺にあるの、中にあるの、中にね、ちょっと我々ではちょっとなかなか目では、あ、ごめん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 、頑張ってるからね。いいですね。いいですね。ナイスポーズ。ナイスポーズ。切れてるよ。切れてる。肩に3トントラック乗ってる。いいです
もん酒が気持ちよくなってますけど、いいでしょうか。いいですよ、いいですよ。皆さんも喜びです。腹筋センターでいた。いいですね。洗ってる、洗ってますね。ねえ、ちょっと熊本、スレムになりませんでした。ちょっとジャイアント成功したんじゃない、最近。どうです。そうでもない。ちょっとお姉さん的にはね、はい、現状維持っていう感じはしますけども。そんなことない。これができるのがやっぱ熊本すごいね。皆さん、細いかな、細い、ね、全部そういうこと言わない。全部だってそういうこと言わない。こういう鳥がいますよね。一瞬でスッて細くなる鳥いますよね。いるんだよ、ちょっと調べてみて。そう、なんかフクロウとかね、ミミズクとかね、あの仲間でこれがね、こうスッて細くなる。そうなんです、そうなんです。面白い。いや、いいですね、はい。さあ、じゃあね、くまモン、ちょっとね、今日は我々あるもの用意しました。そうなんです、はい。皆さん、くまモンの写真とかね、どんどん撮っていただければいいんですけど、今日ちょっと素晴らしいプレゼントで皆さんにご準備したんです。ちょっと見せましょう。はい、我々さっきちょっと言いかけましたけど、熊本県産品一気通貫プロジェクトというプロジェクトをやってるんですけど、その中で、いろんな新しい熊本の物産を作ろうということで、はい、今頑張っております、はい。で、私もフッチーもそれぞれいろんな商品をね考えたりしてるんですが、はい、その中でちょっとね、素晴らしいものを今日は持ってきました、はい。こちらです。熊本のどら焼きです。熊本のどら焼き、はい、はい。これどら焼き、美味しいどら焼きなんですけどね、くまモンの焼きがここに入ってるんです。くまモン、ちょっとくまモンの方を見える。かわいいでしょ、かわいいでしょ。かわいいよね。でなんとですね、これが非売品です。まだ、はい、非売品、まだ世に出回っていないものなんで、今日これゲットされた方はかなり貴重なものなんだ。食べるのもったいないぐらい貴重ですね。そうなんです、はい、そうなんです。でもこれをですね、今日来ていただいた皆さんにちょっとゲームしながら、はい、ちょっとぜひ持って帰っていただきたいと思います。ぜひ。でゲームはもう簡単です、はい、じゃんけんです。シンプルにじゃんけんします、はい、はい。で、まあ、私と松川フッチーと、まあ、いろいろ交互でやっていきますけど、皆さん手を挙げていただいて、じゃんけんしていただいて、勝った人だけ次に残っていく、はい。で、負けた人はすいません、手を下ろしてもらう。これはちょっとね、我々ではなかなか皆さんちょっと見ておきますけど、はい、なかなかちょっと判断もできにくいので、皆さんの両親にお任せします、はい。負けた人、アイコの人は手を下ろしてもらって、勝った人だけ次に残っていくということになります。ぜひ皆さんに配りたいですけどね。そうね、できるだけたくさんの皆さんに持って帰っていただきたいと思います、はい。で、基本的には1人1個にしたいと思いますので、もらった人は一応そこで参加券はもう終わりということで、はい。で、時間が許す限りじゃんけんしていきます、はい、よろしくお願いしますね。じゃあ行きましょうか。じゃあね、じゃんけんやってくれる方は、まあ手を挙げてください。右でも左でもいいです。いいですか。人だけよ。アイコと負けた人下げてください。すいませんね。で、時間があったらまた2回戦3回戦ずっとやっていくんで、よろしくお願いします。じゃあ私とジャンケンします、はい。で、私が勝った方にドラ焼きを持ってきますので、勝ったという方はフッチが差し上げますので、ちょっと手が届くところまで来てくれると嬉しいなと思います。お願いします、はい。じゃあ行きます。じゃあ今も皆さんもちょっと見といてね、はい。行きますよ、最初はグーです。行きます。最初はグー、じゃんけんポン。あ、じゃあグーの人、はい、グーの人だけ、ごめんなさい。バイちゃん買ってる、バイちゃん買ってる。ありがとうございます。グーの人だけ、まだあるから、まだあるから、まだ大丈夫。みんなもらえるの。で、もらった人はすいませんね、一応参加はそこまでということで、バイちゃんもらえる。せめて1個だけ。こんな時にじゃんけん強いじゃん。グーの人だけじゃ手挙げておいてください。じゃんけん強いじゃん。後ろの方の人ちょっとよかったらね、グーでもしかって。あ、そっち後ろの女の子。ちょっと待ってよ、まだあと1個、2個、3個、2ね、3ね、3かな、 OK、 みんなもらいました、もらいました、いいね、はい、
しということで、ね、できるだけ皆さんにあげたいと思います。じゃ次フッチーとじゃんけんします。フッチーは実は左利きです。じゃどっちでもいいですけど、ね、どうでもいいですよ。いいですよ。じゃあ行きましょう。勝った人だけよ。はい、最初はグーじゃんけんポー。勝った。チョキの人、チョキの人あげる。ちょっと待てよ。それまでね。はい、じゃあ、はい、慌てないでくださいね。みんなありますよ。みんなあるよ。ここが、賞味期限あるからよく見て食べてくださいね。賞味期限ありますからね。私じゃんけん上手いね、はいはい、うん、なんかね、フッチーに勝った人がいっぱいいるんだ。おめでとうございます。足りるかな。はい、おめでとうございます。足りるかな。はい、やったね。ありがとうございます。はいはいはい、はい、ちょっと待ってよ。かわいい、かわいい。あのスタッフさん、手の空いた人いる？スタッフさん、手の空いてる人いる？かわいい、かわいい。もしいたら、クマもありがとうね。クマもありがとう。ちょっと新しいのあったら持ってくるよ。よし、後ろの方すいません。じゃあ、ちょっとね、投げられんので。すいません。よし、ここね。はいはいはい。あと、2つ。クマ、クマ、あ、新しい箱が出てきました。まだあるのね。まだあるんです。まだあるんです。いや、嬉しい。すげえな。ちょっとちょっと、どうしましょう。はいはいはい、はい、はい、大丈夫ですか。あ、店長すいませんね。店長ももし配っていただけたら。みんなもらった？もらった。みんなもらった？もうほとんどもらったと思うんで、じゃあもらった人は手を下ろしてもらって、じゃあもう一回ぐらいやろうか。もう一回。あの、まだもらってない人だけ参加。まだもらってない人だけ参加です。お願いします。これお願いよ。お願いよ。もう僕ら覚えてないから、ね、ごめんね。もらった。ちょっとあなたもじゃんけんしよう。じゃんけんしよう。いくよ。はい、じゃあ私ね。最初はグー。じゃんけんポン。前の人、前の人、前の人。弱っ。弱っ。前の人だけよ。ごめんなさいね。弱い。まあよ。今もね。熊もね。熊もグーだったの？弱いな。アイコだった。熊もグーだった。熊もにあげたかったけどね。ごめんね。頑張れ。すいませんね。頑張れ。ありそうかな。この分ありそうかな。頑張れ。次がある。頑張れ。武田店長が優しいから手伝ってくれる。ありがとうございます。店長背が高いからどこでも目立ちますよね。かっこいい店長さん。どう？もらった？みんな。もらった？もらった？もらった？時間どうかな？ちょっともう一回見てみるか。行きますか。あと1回ぐらいやっちゃおうか。あと1回ぐらいやっちゃいましょうか。あとどんぐらいあるんだっけ？あと1回できる。数は。数まだあるね。あと1回できるよ。まだあるね。じゃあフッチー行こうか。フッチーとじゃんけんです。じゃあもらった人はごめんなさい。参加なしですよ。もらってない人だけ行こう。もらってない人だけ。あ、だいぶ皆さん減ってきた。行きます。勝った人よ。勝った人。じゃあフッチーと最初はグーじゃんけんパー。パーの人後ろね。後ろ。パーの人、パーの人だけごめんね。パーの人だけごめんね。クマモン勝った。クマモン勝った。クマモンダメだった。男の子にもごめんなさい。あの彼にもあげてください。後ろの男の子。ごめんね。すいません。いや、くまモンはじゃんけんが弱いというね。元々のじゃん。そこがいいところ。そこがやっぱほら、そこ完璧に勝っちゃうと、そうだよ、ね、勝っちゃうとなんかほら可愛げなかったりもするんです。可愛い、可愛いから。なんか可愛い。よかったね。よかった。ご機嫌直してもらいましたけど、よかったですよ。ああ、盛り上がりましたね。盛り上がりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと熊も皆さんがきっとお待ちかねかと思うので、はい、熊本もお得意なあれを見せていただいてもいいですか？ね、お姉さん、あとはじゃあここからお任せします。いいでしょうか。はい、わかりました。はい、くまモンもね、今日はね、うん、じゃんけんちょっと残念な結果で終わりましたけれども、
これからはね、くまもの得意なダンスをね、踊っていきたいと思います。嘘です。ごめんごめんごめん。ねえ。楽しいから。いやもうね、
今年も本当にね、活躍をみんなで応援したいと思います。はい、応援します。はい、くまモンありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、じゃあね、くまモン皆さんバイバイするんですけど、くまモンのね、近くにあんまり皆さん集まっちゃうとちょっと混雑して危ないので、皆さんそのままの場所で大きな拍手で送っていただきたいと思います。はい、みんなよろしくね、ご協力ありがとうございます。はい、じゃああれだな、熊本お姉さんにも一個ずつどら焼き持って帰ってもらおうかね。熊本お姉さん、お姉さんもちょっとお話言って、ね、はい、ありがとうございます。みんな大きな拍手で熊本送ってください。熊本ありがとう。